おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日はエポックの 2020NPB プロ野球カードを開けたいと思います。ということで残りの12パックがまだありますので最後ね開けたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずは宮西選手ですね。お、涌井選手を、イーグルスのユニフォームで初めてのカードですね。エポック社。お、ルーキーは岸選手、ライオンズですね。はいはい、ドラフト8位ながら結構期待できるんではないでしょうか。はい、島内選手、武藤選手、お、小林選手のキラですね。小島選手ですね。ちょっとやっぱりオリックスはネームバリューが低いですね。まだまだ勉強しないといけませんね。中村選手、二木選手、お、岡林選手ですね。この前サインカードを当てた選手ですね。ルーキー、あ、でまた藤田選手ですね。ドラゴンのキャッチャーですね、タイガース。で近藤選手、宇佐美選手ですね。うちにも欲しいですね。巨人の、岸田選手とかも欲しいですね、ヤクルトにね。ちょっと今中村選手と島選手怪我しているのでヤクルトに打てるキャッチャーが欲しいですね。これは滝中選手ですね。ルーキードラ6ですね、投手ですね、楽天。今村選手、お、ニラサワ選手出ましたね。欲しかった選手ですね。ドラ4のルーキーですね、カープと。でエスコバー選手、種市選手のキラー、吉田選手、森選手、お、また辻監督出ました。鈴木選手、高山選手、お、塩見選手ですね。はい、今井選手ですね。ちょっと変わった写真使ってますね。ウィーラー選手が巨人に行ってしまいましたので、このユニフォームがラストですね、イーグルスの。はい、お、メルセデス選手ですね。お、アドゥア選手、東選手、お、有原選手のシルバーフォイルですね。吉田選手、周東選手、三木選手、小笠原選手、お、ドラ1の西純也選手ですね、タイガースですね。で、お、こちらもルーキー、竹岡選手ですね、ドラ6。はい、ショート2人取ったのでヤクルトを頑張ってもらいたい選手ですね、やはり。はい、練習頑張ってください。では行きましょう。片岡選手、これルーキーですね。はい、辻監督また出たな。大竹選手、お、笹岡監督、上里選手、お、松井裕樹選手ですね。ずっとサインカード欲しいんですが、まだ手に入れたことありませんね。いつ手に入るでしょうかね。則本選手と松井選手のサインが欲しいですね。はい、山田選手、松田龍馬選手ですね。井上選手、阿部選手、中谷選手ですね。で、お、吉田選手、ドラ2のピッチャーですね。はい、
もう先発2試合やってますんで、そろそろ初勝利が欲しいとこですね。はい、お、太田選手、高梨選手も巨人行きましたね。あのね、アンダースローでサイドスローって書いてありますね、ここには。まああれですか、サイドアンダー気味のサイドスローでなかなか見えない角度で投げてくるっていうね。ドラフト9位でしたが、ジャイアンツで今活躍してますね。お、井上選手ですね、ルーキージャイアンツ。阿部選手、宮崎選手、お、藤川球児選手のキラですね。増井選手、甲斐野選手、安田選手も4番打ってますね、今ね。で、ビシエド選手、平井選手、坂口選手、はい、こちらは平沼選手ですね。小深田選手、ルーキー、ドラ1、イーグルスですね。もうスタメンで出てますからね。石川慎吾選手ですね。磯村選手、お、田辺選手、お、キラが出ましたね。五十嵐投手ですね。ちょっと一軍では今 見ないですが、はい、はい、ディクソン選手、お、ルッキー出ましたね。柳町選手ですね。この人も面白いですよね。そろそろ出てくんじゃないでしょうか。荻野選手、山本選手、岩田選手、ニール選手ですね。ニール選手まだ負けがつかないですね、全然ね。はい、ワンボーロン選手、小野本選手、中川選手ですね。で、今村選手、石川選手、お、高橋玲選手のキラですね。福田選手、メヒラ選手、小島選手、お、ルーキー郡司選手ですね。楽しみですよね。はい、中日ですね。で、こちらもルーキーですね、小川一平投手ですね。はい、楽しみな阪神の投手ですね。もう投げてますよね。で、はい、こちらもルーキー大西投手ですね、スワローズと。はい、清宮選手ですね。森原選手ですね。今年から背番号変わってね、抑えになりましたね。小林選手、お、玉村選手、ルーキーカードですね、カープですね。ロペス選手、お、松坂選手のキラ、これは嬉しいですね。お、ドラ1の宮城ですね、宮城投手、オリックスですね、ルーキーカード。高橋選手、清田選手、藤島選手、能見選手、お、山崎選手、今活躍してますよね。得点圏も高いんですよね。はいはい、去年は80試合に出て46安打ですか。今年はね、いいですね。3番とか5番とかね、いいところ任されてますからね。ということで、はい、次に行きましょう。お、ルーキーですね、縦の選手ですね。ルーキー日ハムで、孫チャーホー選手、重信選手、中崎選手、今永選手、
おお、梅津選手のシルバーファイル、これ嬉しいな。勝又選手、これもルーキーですね、オリックス。モイネロ選手、藤岡選手、栗山選手、糸原選手、マクガフ選手。ちょっとね、マクガフが今のところピリッとしないんですよね。だいたい先発が降りて2番手に上がるんですけどね、ちょっとね。はい、近藤選手、石橋選手、田中俊太選手、松山選手、松岡選手、ルーキーですね、ドラ3、ライオンズ。お、山崎選手のキラー。はい、西野選手ですね。ちょっとね、怪我があったんですが、どうでしょうかね。お、椎野新太投手ですね。今日打たれてました。はい、頑張ってほしいですね。お、佐々木千早選手ですね。朗希選手が出ませんね、結局ね。小笠原選手、才木選手、梅野優吾選手、あと2パックです。うわー、出なかったか、佐々木朗希選手。はい、お、ルーキー立野選手ですね。松井選手、楊大寛選手、小川投手、梶谷選手、大瀬良選手のキラですね。ジョーンズ選手、高橋選手、福田選手ですね。大島選手、梅野選手、高梨選手。さあ、ラストです。よいしょ、堀選手ですね。福森選手、ドラゴですね。ルーキーは、イーグルス。お、山瀬選手のルーキーカード、これは嬉しいな。ジャイアンツ、菊池選手、石田選手。お、山本選手のキラ。お、平選手だ、かっこいいな、このカード。今宮選手、角中選手ですね。福田選手、北条選手。お、最後に奥川選手出てきましたね。これはいいですね。ということで以上になります。ということで全部開け終わりましたが、キラカード今回は3種類でしたね。はい、以上になります。また開けたいと思います。では、コメントお待ちしています。さよなら。